エウティデモス一世は、第三代、グレコバクトリア王国の国王、ディオドトス二世から王位を散脱した。エウティデムスとも表記。紀元前230年か、紀元前223年頃、マグネシア出身のエウティデモスは、バクトリアをディオドトス二世とその家族を殺害し、バクトリア王位を散脱した。一説に、祖父はサファイズ、親の名はアップラズとされ、祖父の母は、 土方器とされ、さらに、祖祖父は、アレクサンドロス三世と言われている。つまり、アレクサンドロス大王の彦に否定されている。紀元前208年頃、セレウコス朝の王アンティオコス三世は、西方国境の平定を終え、東に転じて、軍勢を、グレコバクトリア王国の首都バクトラへ進めた。しかし、2年間にわたる包囲も、決定的勝利に至らず、両軍は、 膠着状態に陥った。この時、エウテュデモス一世は、テイレアースに、自分は、セレウコス朝から離反した、ディオドトス一族を滅ぼして、バクトリアの支配権を得ただけであって、セレウコス朝から離反したわけではないということと、自分に、バクトリア王位を与えて考案しなければ、侵入の機会を伺っている。北方遊牧民の大軍が、一気に攻め寄せ、両軍とも共倒れになってしまう。 ということを伝え、死者として、アンティオコス三世の元へ送った。一方、アンティオコス三世の方でもちょうど解決策を模索していたところだったので、死者のテイレアースからこのことを聞かされると、和平案に乗り出した。そして何度か両者の間で、話し合いがなされ、エウティーデモス一世はついに息子のデメトリオスを使者として送った。アンティオコス三世は彼を迎え入れると、彼の容姿 威厳ある会は、振る舞いを見て、自分の娘を与えて、次のバクトリア王にふさわしいと判断し、エウティュデモス一世に正式な王位を与えるとともに、グレコバクトリア王国の独立を承認した。こうして、両国の講和と同盟が成立し、グレコバクトリア王国からは、兵糧と戦闘用の像がセレウコス長に送られ、セレウコス長はバクトリアから撤退した。 エウティュデモス一世の死後、息子のデメトリオス一世が後を継いだ。エウティュデモス一世の血筋は、デメトリオス一世と、アンティマコス一世の兄弟の家系が合体し、後世に存続。著名な末裔に、ササンアサペルシアのシャープール二世がいるとされる。小アジアのギリシア人都市。マッサゲタイ、ダイ、サカラウロイなど、ありがとうございます。